チャーボクゲームです。 FIFA22 動画やっていこうということで、今回はですね FIFA ですね、もう名前の通りで、プレイステーション版の FIFA22 最新作、まあドリブルをねちょっと練習したりとか、あこのコマンドやったらこのフェイント出るんだとかね、まあいろいろやったんで、まあ今回試合ですね、単純にね FIFA22 のね今回は試合をやっていきたいと思います。まあチームはこんな感じで、モードもねたくさんあるからね、まあ、このアルティメットモードみたいな、これ以外にもフットサルモードみたいなやつもあるんで、黒色のアスピリクエタ当たってたんで、黒色のアスピリクエタ、あとはねこのねポグバラッシュ、ポグラッシュ、ここがね個人的にはね結構ドリブルしやすい、フェイントとかもめっちゃ出せるんで、まずはね試合の方をね今回はがっつり楽しんでやっていこうかなと思いますのでね、早速いきましょうということでね、 FIFA22 試合やっていこう。お相手リーガかな、これスペインのリーグの方で組んでますね。アザールいた、アザシオにモドリッチ、レアルの選手中心でサイドバック、左はねジョルディアルバでしたね。やっていきたいと思います FIFA22、まあ、ドリブルねやり方ね多少分かったんですけど、ただねディフェンス操作とかあとパスなんか味方動かすボタンとかもいろいろあるんですけど、結構ね操作難しいですね。まあ、そのおわ相手に来るね、ちょっと待って、相手プレス早いなこれ、まあ、ポグニーとラッシュですね、そこをうまく活かしながらこれ仕掛けれるかも。 OK 行こう、さあラッシュ、ああ惜しい、まあ、フェイントはちょっといろいろ見せていきたい、お相手アグレッシブ系男子かもね。いやフォーデンがねめっちゃ使いやすいんですよね、フォーデン。おお、やる。うわ、また早っ。キーパーうまい、よっしゃエーデルトンもらえますね。しっかりと出しました、今の。結構相手うまそうだな。さあ、ナイボー。ラッシュ。ここがね、やっぱりお相手うまそうなんで。さあ、ラッシュで逆サイド展開。アスピリクエタ、いやでも硬いな、ストーンズ上げていこう。さあフォーデン、ナイス、フォーデンがいい、はい、もう一個、さあラッシュフォード、いやーちょっと今キーパー出てきたか、すごい、めっちゃいいスローインと思ったら湧いていなかった。いやでも今ね崩し的にはすごい良かったですね。さあラッシュが頑張りたい、さあラッシュフォードいいよ、ラッシュ、おおファールかなこれ、ないか結構気がなかったけどね、サイドチェンジ、いやーラッシュいいね、さあ見せる、ここでもう一個見せたいが、このフェイントからパス、さあライバー、いやーさあカバーにこのフェイントからパス、さあライバー、いやーこのプレミアのねチームみたいな感じで、まあ、ユナイテッドコンビね、すごくいい、ポグニー、さあ OK、 ポグバいいフェイント、そしてラッシュ、いやー来るね、オッケーオッケー、やっぱね球際のところは結構難しいんですけど、よし、いやーこれピンチこれは PK でしょ、行こう、ウトファビーニョ、うわ読んでる、呼ばれてたぜ、ちょっとピーやばい、カウンター、くぅディフェンスやばい、中パス、よし読んだ、オッケーオッケーオッケー、やらせるな、うんちょっと入ったかと思った、イメージ、さあ来た、これ嵐、うぅい、結構やっぱ前から来るんで一瞬のかわしですね、まあ、今のはちょっと浮かしてかわすことができたんで、さあポグニーヒールリフト、ナイス、そのまま行こう、でこのフェイント、よーし、ここもギリギリでドリブルをかわしていく、さあさあさあ次、おおウンティティレッドカード、ウンティティにレッドカードが出ました、さあポグニーのここ、ここのポグバポグバこれえぐいね、 PK こっち、よっしゃ
自らね獲得した PK 決めていく。さあ後半も気合い入れていこうぜ。おお、デパイがリフティングしてる。デパイがリフティングしてました。やばいなこれ。パス、いや自分で来るな。オッケー、これ結構シュートコースしっかり入ればねやっぱ止めれるんで。さあいいよ、サボチ展開してここはちょっと運ぼう。うわーそうなっちゃう。現在のリードに繋がっていますね。この流れ、うまい、やばい、うわー決めた、くぅーってさ、うまかったね今スルーパスからの。よし、さあこれは来た、グリーンウッド、ここ、いや、ま、うわーオフサイドかな。いやーグリーンウッドのね一線パス、今の良かったんだけどね、浮かしてからドリブルでナイス。さあここはダブルタッチ切れてから、さあもう一個入れて、ここ、いいよ、うん、さあフォーデン見せよう、フォーデンイベント、フォーデンのドリブル、いやフォーデンも強いっすねめっちゃ、ね、コーナーキック、カバリ、うー惜しい。さあここはお相手ドリブル来るが、アスピリクエイター、黒のねアスピリクエイターなのね。さあということで FIFA オンライン戦勝利かな、 OK、 3対1一進展しちゃったけどね、ナイス。ちょっとハイライト見たいですねこれ、よかったねこれ。ここラッシュフォードのここのねフェイントからカバーニが決める。我らのストライカーカバーニのニア抜きで先制したと。ポグバのこのポグバのこの PK が神すぎる。そうしてしっかり逆をつくというね。いやーあそこのもうポグバ独特のねテンポリズムステップからの PK ゴール、しびれたぜ。そしてここフォーデン見せましたね。まあ、ディフェンスがね戻れないカウンターのところをしっかりとフェイントから決める。フォーデン、いや FIFA のねドリブルも楽しいですね。はい、ということで今回はね FIFA22 試合させていただきました。まあ、オンライン戦ねめちゃくちゃ楽しくて、ドリブルねちょっとフェイントまだね覚えれてる数少ないんですけど、もっとねたくさん使いこなしたいですね。またいろんな試合やっていけたらと思いますので、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。また視聴者のパパ、ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクープレイプロー。